知らないだけで何度も会ってるよ。てめえが俺に？だからなんだよ、会ってたってよ。関係ねえよ、そんな。声かけてくりゃいいじゃねえかよ、会ってんだったらよ。おい。あんたたち行くわよ。いいわね、KB。会ってんのに声かけれねえんだ、俺に。おい、お前、佐野だろって言えねえんだ。おい。なんでその時言わなかったんだよ。じゃあ、コラマークなしな。何度もよ、会ってんだろ。遠巻きにこうやって見てんだ。あれ、佐野だよ。じゃあ、無理です。さよなら、ちゃん。じゃあ、今度よ、会った時に言ってこいよ。リアルで。表で。おい、佐野、つって。俺、笛だけどよ、つって。お、なんだよ、つって俺言ってっから。わかった？それでいいな。わかった？それでいいんだろ？何度もお前は俺に会ってんだから。はい、お疲れさん。逃げんのじゃねえんだから。はい、さよならさん。どうせこんなの上がってこねえから。無理。いや、金麦がそこで、なんか生きて、僕を倒してから佐野さん行けよとか言っても意味ないから。そこシャシャるとこじゃねえから。うん。笛なんかこんなコッパだから。うん。そうよ。俺が佐野を守るよ、みたいなのはいらないから。うん、全然俺平気だから。のぞみ、バカはバカだねーって。うん。鬼レモン、お疲れ様です。配信関係なく話してみたくなった？俺と？俺と話しても、そんなに俺、あんまり冗談言わないよ。リアルは。うん。そんなやから。あ、なんか、若干、不良こいてんの？俺嫌いだからね、不良こいてる人は。うん。そういう世界の人はそういう世界で生きてくださいって感じだから。の割には、そういう人に好かれるんだけどね。うん。謎っちゃ謎なんだけど。苦手なんだよね。焼け野原、あれ、ブロック解除してくれたんだ。じゃあもう一回ブロックしておきます。はい。解除なんかしてないんで。はい、ブロックです。アカウントが変わっただけね。前のアカウントでブロックされてたやつは、このアカウントでもブロックします。残念。トムさんがありがとう、まーの、決まった。あら、もうパータローとしか言いようがねえよ。あれ？ブロック解除してくれたんだ。お前よ、しっかりチェックしてから来いよ。赤変わってんだよ。前の赤でブロックされてんだよ。おめえはよ。こっちはされてねえだけで、解除してんだよ。何調子こきなんだよ、この野郎。クソがよ。
だからこっちでも入れてやるよ。そういうことだろ、答えは。答えは一つしかないから。ああ。バカが前赤でぶち込まれてただけだから。ってことは、こいつはろくなやつやねっていうのも、俺の中でイメージがもう出来上がってるから、ここでも、解除した覚えがねえやつがここで来たってことは、ぶっこんで正解だろ？何やってんだこの野郎。ふざけたこと言ってんじゃねえよ。もうよ、アンチもよ、なんだろう、引っかき回す放送がなくなってきてんだよな。で、俺んとこは結構遊んでくれるから、ガチャガチャ言いに来るんだろうけど、もう俺んとこも、どうせ佐野んとこ行ったってすぐブロックだから、うん、もうそろそろ来ねえか、もしくはロムってるだけだよな。うん、なんだかんだ言いながら俺のこと好きなんだから、好きじゃなきゃ見ねえんだから。俺嫌いなやつの放送なんか見ねえもん。声も聞きたくねえもん。いや、みんなもそうだろ。普通に考えたら。あ、鬼レモンな、ファンチって言うけど、ひねくれてるだけなんだよ。俺のこと好きなの。それを恥ずかしくて言えねえから、ファンチって言ってるだけなの。350人見ててコメント少なくないですか？いや、むしろ350人見ててくれるだけありがたいっすよ。減られんだから。エリクソン君、何か問題ありますか？おめえ配信者だろ？多分。なあ。自爆でもやれよ。だいたいこんなこと言ってくんのはよ、てめえの配信やってるやつなんだよ。てめえんとこなんかクソかそのクセしやがってよ。そうだろ？エリクソン。おい。事実を言われたら、いや、事実じゃなくて何が事実なの？俺の口から出た言葉が事実。はい、お疲れさん。なら、もうとにかくここは俺は王様だから、やめときっつうの。もう俺の言ったことが事実だから。俺が言った話以外受け付けてねえから、そういうの。あ、ね、リスナーが何を言おうが何しようがもう無理なんだよ。リームーなの。まだ分かってねえの。来んなって俺が言ってんだから。聞かなきゃいいんだよ。イラってくるんだったら。な？どうせ叶わねえんだから。な？俺の放送来て寝言みたいなこと言ったって、カチカチやられて終わるんだから。バカがよ。まだ学習しねえのかよ。
そういう意味で言うとアンチはほんと頭悪いよな。頭悪いからアンチやってんのか。なあ、パーターがよ。おい。クソどもがよ。何しに来てんだよ。嫌だったら見んなよ。ああ、もちろんです。アイブロックです。囲いだけしか認めない。もちろんですよ。もう、フル囲いで、よろしく。さあ、やっぱりね、フル囲いはいいっすよ。ああ。最高だよ、もう。ぬるま湯大好き。チュッチュッ。レディース大好き。チュッチュッ。一応ね、おまけでつけてるんだから。うん。囲いだけしか認めないハゲって、こんなの当たり前だよな。バカなのかな、こいつ。ほんとパー太郎だと思う。お前は誰なんだっていう話だよ。うん。クソ野郎がよ。いや、まあまあ、チュッチュじゃねえけどよ。ああ。まあ、今日は、この枠、もう延長はしないで、寝るでや。俺は。なあ、こいつうるせえな。んだよ。なんだよ、てめえ、この野郎、うるせえな。出たか。出たかじゃねえよ、この野郎。誰だよ。出てくれたね。出てくれたねえじゃねえんだよ。え？俺の放送切れよ。羽織っちゃうから。切ったよじゃねえんだよ。なんだよ。仕事じゃねえからだ。何？何って何？何の用事でかけてんのこれ電話。え、何の用事で？電話かけてこいって言ったら、お前。何？お前、もしかして笛ちゃん？そうだよ。みんな、これが笛だってよ。で、何？俺になんか文句あんの？なんか俺にされたの？なんかだいぶ熱い男になってるけど。熱い男ではないけどね、あなたは。だって、俺にブロックされてるのに、またアカウントを作ってきてるぐらい。ウラットバアロナムル、決まった。あら、あ、ごめんね。俺自分の細部やってるから、君ばっかりに集中できないから。はい。いやいやいや、やっぱりほら。花火が飛んだら、そっち、ガッて行かなきゃなんないから。ごめんね。うん、そういうのは、うん。ガッて行かなきゃいけないのね。何？ガッて行かなきゃいけないのね、花火が来たら。そりゃそうですよ。やっぱそれで生きてるから。わかるでしょ？生きてるから？うん。わかるでしょ？いや、だから、俺が今聞きたいのがね、ピーヘラに聞きたいのは、何しにかけてきたの？さよなら。着信拒否です。ごめんね。君は着拒です。いや、犬の話なんか全然してなかったから。もうテーマがもうずれてるから。何？犬をバカにしすぎでしょ？
してねえし。っていうか、宿納書直してから電話しろ、この野郎。おい、引きこもる、この野郎。ケツけるやん、この野郎。ビビってましたねって。いや、ビビってるかどうか知らねえけど。知らねえよ、こんなの。たぶん、クズだろ。クズ。クズ中のクズだよ。気持ち悪いよ、こんなの。引きこもりだよ。手震えて喋ってんだよ。ピーヤラだよ。まあ、そういうことで、皆さん、笛はダメなやつだったってこと。まあ、もういじめてやんなよ。笛は。もう、声も晒しちゃったし、ああ、もうなんか姿形も想像できちゃうよ。いやいや、鍋奉行、沼っぽいかどうかわかんないけど、相手意外と落ち着いてませんでした。振りだよ、振り。ああ、振り。だって。犬の話から入ってくんだね。関係ねえだろ。どこに犬の話なんだよ。あいつコメントで犬の話なんかしてねえじゃんかよ。パータローなんだよ、もう。すでに。もう攻めどころなんかないの。どっから行っていいかもう、頭、パープーなんだよ。わかる？ピークさん。落ち着いてねえんだよ。まとまってねえの。ああ。何よ？何の用でかけてきたのよって。いや、まあ、声が震えてたかどうかわかんねえけどよ。なもん、どっちでもいいけどよ。俺、だって、俺、知り合いじゃねえから。まあ、知り合うこともないと思うけどね。こんなクズとはよ。アギレいらっしゃい。いや、だから、バラちゃんよ。踏んづけちゃダメなんだって。来たら、もう黙ってブロック入れとけばいいの。邪魔なんだ。で、電話かかってきて、意味不明なこと言ったら、切って、ブロック入れてやれ、着剣にしてやれ、いいの。それだけ。もう、関わりたくないんだよ、俺。これ以上。そういう変なやついるんだって。佐野さんとは本当に会ってるんですかね。知らねえよ。ピークよ。てめえもブロック入れんぞ、この野郎。おい。会ってたら何なんだよ。だってこいつも俺に声かけたことねえんだもん。なんで電話かけるくらいだからって。かけたらえれえのかよ。バカがよ。おめえは人に電話かけるときに深呼吸してから電話かけんのかよ。しねえや、バカ。電話持つな、バカが、ゴミがや。クソ野郎がや。知らないっつうの、こんなの。俺が笛だよなんて言われた、目の前で言われたことなんかねえよ。おい、聞いてんのかよ、ピークの野郎。ちんたらコメント打ちやがってや。やめちまえ！
リスナーなんか、こんなクソっとろくせえよ、コメントの打ち方してんだったらよ、来んなよ、おめえ。シャキシャキ打てよ。くらよ。佐野さんも大変ですよね、変なやつ多くて。いや、MVP な、厳しいかどうかじゃなくて、俺普通に思ったことを言ってるだけ。だってよ、このピークっていうやつは、全く今の笛と俺の会話には関係ないやつなの。なんで、じゃあ、これがね、俺の放送枠が始まってからしばらくいてね、ずっと会話の流れにね、入ってたやつだったら別だけど、ポコーンって湧いてきたじゃん。くせえんだよ。こいつも、アンチ風味なの。掲示板流れなの。だから、笛が、特攻隊長で行って、笛が玉砕したから今度俺が行くぐらいの。あんなのタヌキあたりで書いてるから。で、俺もやられたぐらいの。そうだろ？そんな見え見えなんだよ。バカがよ。もうだってコメント打たなくなっちゃったじゃん。俺ブロック入れてねえの。バレバレだぜ。だってよ、笛を擁護する、な、意味がわかんねえ。お前、友達なの？みたいな。いや、そんな読んでるよ、そんな。だから、掲示板の中で、次誰行く、次誰行くってやってんだよ。行けって。うな、今、突っ込んじゃえ。ルメーン482。笛さんって地下格闘技やってた人ですか？はい、ブロックです。さよなら。ごめんね。お前もクソ野郎だよ。もうさ、声でわかんだろうよ。何をこう、笛をこう、上げようとしてんの？バカなのかな？地下格闘技やってたら、俺が、ビビるの。ご苦労さん。はい。な、見ろよ。こうやって、どんどんアンチ巻いてくんだろ。今、掲示板の中でわさわさやってっからよ。タヌキでよ。ああ。へっ。バカどもがよ。だからアンチ巻いてきてんだよ。クソ野郎どもがよ。なの、お前本当よ。リアルでよ、あったらよ。がっつりやったっからや。ああ。クソがや。てめえらや。何にもできねえくせしやがってや。バカがよ。よし。何すっかな、今日。もうよ、腹も痛くねえしよ。テレビっていうよりは、今日映画見ようかな。この後、夜中に。今日何見ようかな、映画。
何がいいかな。なんか映画見て、まあ寿司つまんで映画見て、日本沈没は、いや日本沈没とか見ないから。うん、で、あ、俺ホラー系とか見ないんだよ社長。あと、うん、そういうなんかのは見ない。何系が好き？ヒューマン系が好き。うん。俺は、うん。ああ、古い映画とか、古い映画もそんな見ねえな、俺は。いや、その、ものすごく古い映画は見ないな。ちょっと前のやつとかだったら見たりはするけど。うん。まあ、いっか。今日はみんながさ、おすすめの映画ありますか？ああ、だから、あれだよ。あれ良かったで、トラさんの。帰ってきたトラさんの映画は。昔のトラさんの映像の差し込みが入ってるんだけど、現代版の、うん、吉岡くんが、出てるやつとの、こう、リンクでやってるやつ。いや、バックトゥーザフューチャー、俺、洋画見ねえから。うん、だから、ショーシャンクも見ねえから。うん、俺、邦画しか見ないから。ここら辺はね、うちのリスナーだったらね、押さえといてほしいよね。佐野が絶対洋画は見ないっていうの。うん。オルゴールって何？もしかして、中渕剛の、つれーとか言うやつ。あ、そう、ヤクザ映画も見ないよ、俺。だってコントだもん、あんなの。本物はあんな世界じゃねえから。もうね、面白くないんだよ、見てて。いや、だから、パッチギとか、ああいう、なんか子供の喧嘩のビーバップアイスクールとか、ああいうの見ない。そんなのねえから。ね。あれは演出っていうの。うん。長渕いいですね。あ、そう。俺長渕剛好きじゃないんだけどね。だって、金麦よーく考えてみな。もともとあいつ、フォークシンガーだったくせして、今や、生きったロックシンガーに、変身してるだろう。なあ。お前、どっから変わってんの？なんか、めめしい歌歌ってたくせに、おー、純子、
君の名を呼べば僕は切ないよとか言う。なんで、とかやってんだよ。えつこと塩見えつこ知らないよ、んだろ。だから、君はロックしちゃいけない人だから。うん。ね。生きっちゃいけないんだ。そこ行くと、なんか、やっぱり王道だね。山下達郎とか。ねえ。なあ。僕の、さまよう未来。今駆け抜けてく。研ぎ澄まされた ダメだ、歌うとまた俺が歌がね、うまいってのバレちゃうから。感じても、ときめきへとも、今動き出す世界。門松俊樹？門松俊樹の歌唱力はどうですか？うまいよ。うまいっていうか、甘い声だな。そう？ちょっと言ってみる？何行く？な、オケタイム入るのこれ。また延長しながらなのなんだよ、おめえよ。お前らうまいな！俺らおめえ、やめさせないために。シミたちのね、悪魔の声が聞こえますよ。ね。水平線も今駆け抜けてく研ぎ澄まされた流れ感じた消えたオケタイムじゃねえやべえよ。あのさ、デンジャーゾーンは歌えないんだから。愛のため、なら、止めて、送るよれどた。愛のため。声だけはいいって言われるんだよ。顔は悪いけどな。ラノタちょっと待って、これ歌詞を取っとけよ。俺フルで歌えんだけどな。ライドオンタイムの歌詞最初からやっとくやろうな。またうるさいよ俺。
もう終わっちゃうじゃない。グラムホンドライドタイム、心に火をつけた死に、これどう今 B メロの繰り返しか、これまあいいか。マッチのハイティーンブギー、ハイティーンブギー、懐かしいね。なん、近藤正樹は俺あんまり好きじゃねえけどな。ライのタイエモクラムほど、ピアクルヨレドタイ、しかし俺今度あれだな、アドキャン入れとくか。まあまあ今日は BGM がなかったからね。おいいね、来たよ俺。ダラララララララ、これ高いんだよ、難しいんだよ。大崎はね、意外と難しいんだよ。見たら いいね。あー、チャラチャラしてたな。まあもう俺もシェリーは好きだけどな。分かったよ、これだろな。あなんか歌いたくなっちゃうじゃないかよ、シェリーとか入れたら、ね、なあ。また大崎の顔もかっこよかったからな。に俺は転がり続けた、こんなとこにたどり着いた。せに俺はあぐれものなのか。に捨てちまったけれど、シェリー、あ、夢だった、夢。来て来て俺だけのシェリー、お前の言う通り。転がり続ける、誰の生き様も。もう捨ててる。いいね。エコーかけてねえからな、俺な。
もう俺アンプっていうか、前はほらちょっと若干くれないとかや歌うときエコかけてたけど、でも俺は這い上がれるだろう、もシェリーどこに行けば俺はたどり着けるだろう、もシェリー俺は歌う、愛すべきものすべてに、出た、またこれ、あ、もうあと2分だよ。おう、最後今日はシェリーで締めだな。いいね。あたらのすらいいかい、俺ははぐれ者ながら笑えやしない、メルナナも、いやもうだって240分だろお前。シャレイヒルナナ、なんか見せちゃいないよね、俺のマスカラス、ありがとうバード決まった、あらナイスを飲むってたバード消えた、あらうなざきとか言うね、あれだ、歩いて行こう、みんなありがとうね、ありがとうございます。